そして華やかな榊車に続きますのは御所車に乗りました榊使いです。本年のご奉仕は奈良交通株式会社にお勤めの竹谷さくらさんです。続きまして車中モノモール行列です。榊使いのお月として藤間流坂本流の皆様によるご奉仕でございます。続きまして御祭り保存会名誉会長である奈良市長中川源様の騎馬です。続きまして奈良市議会議長浅川仁様のご大事副議長の上村義文様の騎馬でございます。続きまして当御祭り保存会会長坂本茂彦の騎馬でございます。続きまして御祭り三役総代の騎馬です。お渡り行列奉仕者を代表されまして航空自衛隊幹部候補生学校校長荒木哲也様、奈良商工会議所会長上野康夫様のご代理小林正樹様です。第1番行列は席へ起きた梅の図映えと祝いの御幣を先頭に始まります。続きまして五色の機能をかけました御幣です。続きましてお旅所で東遊びを舞う遠空の稚児の騎馬です。本年のご奉仕は福本翼くん、甲斐麻人くん、西村明信くん、高塚千尋くんです。続きまして頂に鶴を飾った富竜傘を差し掛けられた火の使いの騎馬です。火の使いはこのお渡り行列の中心的な存在といえる役です。本年のご奉仕は大阪ガス株式会社代表取締役会長尾崎博士様です。続きまして東遊びの演奏を担当する霊獣の騎馬です。本年のご奉仕は柳の直人さん、高橋文英さんです。第2番行列は馬に乗る巫女です。辰市の巫女は旧辰市村より出資する巫女で本年のご奉仕は原田由紀さんです。八島の巫女は八島町より出資する巫女で本年のご奉仕は藤本結香さんです。郷の巫女は野球より出資する巫女で本年のご奉仕は大西彩香さんです。奈良の巫女は奈良町より出資する巫女で本年のご奉仕は出口杏奈さんです。拝殿の八乙女は春日大社の若宮神楽殿に奉仕する二冠子で服部遥香さん、守屋香奈さんです。第3番行列は聖の座です。神宮皇后の故事にちなむ
日本芸能史上謎の芸能といわれる珍しい新字舞で、代々奉仕の家が定められている格式ある舞でございます。続きまして相撲の一行です。宮中の住まいの設営が御幕に取り入れられて、その勝負により吉凶を占うことに資源を持つものです。中心の行事と地方から見聞する地方の一行です。本年のご奉仕は自衛隊奈良地方協力本部の5名の皆様です。第4番行列は猿楽座です。猿楽とは能楽の古い呼び方で、現在のお能は大和猿楽与座といわれる金春、金剛、関税、宝生が新音感謝のため毎年欠かさず参勤いたしまして、互いに能を競いました。これがお能の発展に寄与したと言われております。田楽座です。華やかな五色の御幣を先頭に、田楽奉仕が頭にいただく花笠が続きます。春日田楽は他に霊を見ない貴重な芸能で、かつては50年ごとに日光東照宮へも参勤していた芸能であります。第6番行列は、本年のご奉仕は大和雄貴くん、明賀良太くん、山本翔くんです。馬匠の肥後の後ろには使者と呼ばれる従者が2名ずつ従います。従者が手に持つ笹には会う恋、見る恋、忍ぶ恋など恋愛に関する五色の短冊をつけることがしきたりとなっております。本年は特別に何事も願いが叶うというこの恋笹をお旅所において授与いたしております。第7番行列は競馬です。左右1頭の競馬が3頭参道を疾走いたします。出発は参道に架かる石橋からで、この橋をまだしの橋と申し、お旅所前の東海榊がゴールとなります。この競馬の勝敗により今晩奉納される舞楽蘭陵王と名取りの順番が決定され、これを勝負舞と申します。
御祭りの流鏑馬は古くより稚児流鏑馬と定められており、2年の間練習に励んで本日参勤いたします。大名行列がお旅所に入った後、春日大社一の鳥居西側の参道にて古式に従い流鏑馬が行われます。上げの稚児を野村なる子くん、伊手の稚児を野村亮斗くん、中西瑠衣くんがご奉仕になります。続きまして、流鏑馬稽古の随行の騎馬が5騎従います。第9番行列は伊佐瀬馬です。かつては各藩より百数十頭に及ぶ利き馬が明治初年まで行われておりました。伊佐瀬馬の語源は未だ解明されておりません。第10番行列は野立ち、中立ち、小立ち、なぎなた、かずやりです。特に野立ちは長さが 5.6 メートルもあり、ひときわ目を引きます。これは平安時代以来続く藤井行列の特徴で、この面白さを神様にお供えし、神と人とが共に喜ばせていただくものです。これらの武具は流鏑馬警護のために参道に飾られます。本年のご奉仕は航空自衛隊幹部構成学校の皆さんです。第11番行列は大和侍です。大礼の元首を務める大和の国の武士団長谷川党の役を務めるもので、明治以降は春日大社の旧神領、つまり現在の奈良市から大和郡山市に及ぶ27田村の方々がご奉仕になられます。本年のご奉仕は元首役が奥田清志様、御師役が竹村健様、馬場役が飯田清美様、荻田光弘様、中田武文様です。第12番行列、大名行列が入ってまいりました。この行列は奈良独特の作法やしきたりが厳密に伝承されております。いいよいやなの掛け声は、今日は天気も良い、最上吉日であるという意味があり、大名行列保存会の200名の方々が練習を重ね、お勤めになられています。まず、大和郡山藩の行列です。明治維新まで郡山を治められた柳沢義康公のご子息、義里公以来の行列で、柳沢家に定められた服飾を今も目にすることができます。続きまして、将来の大名行列を支えていく子ども大名行列です。
子ども大名行列に続きまして南都奉行列です。これは十万石の格式を踏まえた行列です。本年の奉行代のご奉仕は昨年火の使いをご奉仕された日立造船株式会社代表取締役会長古川実様です。
Thank you.
だんだん怒り出した第12番行列、大名行列でございました。